吉田さん、私の家の近所では、宝くじ買わなくても、その辺落ちてますよ。空から宝くじ降ってきますよ。だから買わなくていいんですよ。むちゃくちゃ宝くじ無料で手に入るんですよ。ただ、当たった試しは一回もありません。ね。ですんで、辛くじはいつでも手に入るんですよね。宝くじは、その当たり券を含めた売り場に行かないといけないんですよ。まあ、ですんでね。 何かいいことないかな来年は飛躍の年にしたいなと思ってる人。宝くじはたくさん降ってるでしょうけども、辛くじばかりですよ。当たりが入った剣っていうのは、やっぱね、競争と選択の向こうにありますから、頑張らない、手に入らないでしょうね。頑張りましょう。ね。2022年、もう一花咲かしましょう。まだ時間あります。あと、人勝負していきましょう。 来年は来年の戦いがあります。意向を残さないように。それでは。